軽貨物運送業を展開しております、共同会社モテナシビンの椎根翔です。今回もですね、弊社のお試し体験に来ていただいた、森さんのインタビューをですね、続けてお送りします。森さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、前回このお試し体験に乗る前の軽貨物のイメージを伺いました。今回はこのお試し体験乗った後のイメージ、まあ、もともと経験者ですけども、そのイメージについて変わったかどうか、またどういうふうに変わったかっていうのを聞かせていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ですね、僕が以前やってた時は、はい、まだまだそのスマホとか携帯とかそういう便利なグッズがなくて、何でしょうね、荷物を配達し終わったら連絡するのに公衆電話探してテレホンカード入れてとか、そういう時代だったんですね。面倒くさかったですね。次の場所聞いてとか、あとは無線でやり取りしてたりとか、あった時代だったんですけど、今もうスマホでいろんな集荷だったりとか配達のその確認というのができるので、すごく便利になったなっていう感じがします、ね、すごくそういう点では確認がスピーディーになっていると思います。なるほど、これは時代の流れですかね。そうですね。なるほど、すごくなんかもっともっと稼げるような感じに、あ、環境が、はい、おお、なるほど、ね、なるほどですね。本当経験者ならではの、お答えだったと思います。ありがとうございます。ということで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。